最初から始めます。私と似ていたんですよね。心臓が良くなかったって聞きました。あんまり外に出られなかったんですよね。手術をして、そうして回復したんですよね。智久から聞いたんです。本当に生と死をさまよったとか。ほとんど奇跡的な回復と言ってもよかったんでしょうね。そこまではしょうがないです。一つ聞きたいんですけど、そんな風に回復したこと本人だって分かっていたんですよね。もったいないなって不謹慎な言い方ですけど、せっかく起こった奇跡、自分の手でないものにしてしまったんですから。何かよほどのことがあったんでしょうか。
お兄ちゃん。おはよう、お兄ちゃん。苦しそうな顔してた。寝顔。そう。しばらく見ていたの、お兄ちゃんの顔。だって心配だったから。嘘。また悪い夢？そうね。またあんな夢を見たんでしょ？女の子を殺した夢。お兄ちゃん、ちょっと。またぼんやりしてた。ごめんなさい、私が余計なこと言ったから。早く忘れた方がいいよ。それじゃ。
いただきます。ねえ、お兄ちゃん。まだ考えは変わらないの？さっきの夢のこと。また蒸し返してごめん。けど。そんなのあったはずないんだから。どうしてそんな妙な記憶を持つことになったのか、それはわからないけれど。